メルちゃんになって動物園に遊びに行くよ。おはよう、メルちゃん。あれふりゃー、聞いてて。サンサンキッズ TV、やっほー、チャンネル登録してね。みんな、コマペラペラレム。メルちゃん、大丈夫？痛いよ。転んで動けないみたいね。どうしよう。そんな時はこれを使いましょう。うさぎさん車椅子ポン。椅子に車輪がついてるから座ったまま走れるんだね。そうだから今から車椅子でレスキューチャレンジをしましょう。この険しい病院までの道のりを車椅子で乗り越えて無事にメルちゃんを届けることはできるかしら。助けて。はい、僕やる。僕も僕も。みんなもグッドボタンで僕を応援してね。いや、僕だ。それじゃあレスキュースタートよ。はいはい、僕がメルちゃんを助けるもん。へお、ずるい。サンサンの出番なんてないようだ。なに、動けないよ。はい、そしたらこの車椅子に乗りましょうね。ちょっと失礼。うまく乗せれるかしら。はい、オッケー。本当に大丈夫？大丈夫大丈夫。うわー、ちょっとクモリン、いきなり何してるのさ。それに車椅子を片手で運んだら危ないわ。もう急いでるの。ベルちゃん、すぐ病院行きましょうね。うわー、早い。急発進なんて危険よ。聞こえてないみたい。おにゃー、早速坂道だ。ちょっと急停車もダメ。あ、メルちゃんごめんね。心配になってきた。これも簡単っしょ。パワーで乗り切るんだ。やふ。ああ、また無茶なことを。メルちゃん。あ、ごめんよ。今度は下っていくよ。なんか嫌な予感。やふ。メルちゃん。おかしいな。うまくいかないな。あ、次次。次はデコボコ道だ。この道も難しそうだ。大丈夫かしら。こんな道もへっちゃら。うん、みー進まない。まだ着かないの。ここを越えたらもう病院は近いのに。お、クモリーはここでもうギブアップだね。ガッチーン、僕はメルちゃんを助けるんだ。このまま勢いで病院に行くのね。メルちゃん、ついてよ。ああ、急カーブも危険だわ。メルちゃんがいないわ。ああ、メルちゃん置いてってるし。もうすぐ落とすんだから。なんかさっきより怪我が少し増えたような。ごめんなさい。そこで僕の出番だね。メルちゃん、僕が病院まで運んであげる。クモリンは最初から間違っていたことを教えてあげる。なに？僕は見逃せなかったこのゴムのベルトを。ベルトでしっかりメルちゃんをロック。これでもう落ちる心配はないわね。ふぅ。そして車椅子は両手でしっかり支える。そう、片手は危ないわ。ぐぬぬ。よし、最初から仕切り直しだ。メルちゃん、病院へ行くよ。車椅子は走らないでゆっくり。うん、怖くない。うん、この坂道も焦らずゆっくり。下りはどうかな。はい、見て見て見て、メルちゃんが落ちてない。ベルトは大事ね。でもでも、このデコボコ道は難しいでしょ。ふっふっふ、僕は気づいたのさ。デコボコが邪魔で進めないなら他の道を行けばいいのさ。いい選択だわ。ああ、その手があったか。そしてスイスイスイ。よーし、病院まであと少し。バイ、病院に到着。ありがとう。レスキューチャレンジはサンサンの勝ちね。ま、こんなもんかな。クイチー。はあ、動物園に行きたかったのにこんなことになるなんて。よし、そしたら車椅子で動物園に連れて行ってあげる。本当にゾウさんに会える。ナイスアイ
だわ。でもその前に怪我の手当てもしないとね。クモリン、病院で一緒に見てあげよう。はやいさん。はい、サーサー先生とクモリン先生が治してあげます。まずは塗り薬。しみる。そして包帯もぐるぐる巻いて手当て OK。 そしたら動物園にレッツゴー。ゾウさん、ゾウさん、動物園に到着。わー、ゾウさん、キリンさんもいる。よかったわね。車椅子があれば怪我してもいろんな場所にお出かけできちゃうね。あの時はどうなるかと思ったけど、ちゃんと使い方を守れば安心していろんなところに行けるわ。まだまだいろんな動物さんに会いに行こう。ねえ、僕はチンパンジーさんとバナナ食べたい。そうだ、買ったバナナ。クモリン、今日はそんなおもちゃはウサギさん車椅子、メルちゃんと一緒に車椅子の使い方を覚えながら遊んでみよう。メイクアップメルちゃん、氷水でメルちゃんをメイクさせよう。アクセサリーもつけて超かわいい。ノイズ、それ取らないで。ノイズからのクイズに挑戦して大事なメイクアップ道具を取り戻そう。レッツプレイ。今日はメルちゃんで遊ぼう。私も入れて。いいよ。じゃあ私がメルちゃんやるね。靴を履かせて、アチューシャつけて。これは何？これはこうすると、うわー、メイクできてる。そう、このアイテムを使うとメルちゃんをもっと可愛くできちゃうの。キャッ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 、いいこと聞いたぜ。くらえ、竜巻旋風。うわー、むーらい。あ、ちょっとノイズ返してよ。やなこった。にゃ、そうだな、俺様の謎解きに答えられたら返してやってもいいぜ。うわ、やるしかない。みんな、僕たちと一緒に謎解きしてくれる子はグッドボタン、設定、タイミング、投稿するといいね、コメントもらえちゃう。遊ぼうサンサンキッズ。それじゃあ第1問。これは白クマに牛、それに矢印が書かれてるね。私わかんない。白クマの絵が4つで牛が2つ、数が違うのはなんでだろう。あ、私わかっちゃったかも。答えはズバリ42。なるほど、白クマと牛の数を合わせたら42だ。ぷっぷー、全然違うぜ。ちょっと、もっとぐちゃぐちゃになったじゃない。って、俺、そういえば白クマの文字の数と絵の数が一緒だ。あら、ほんとだ、牛も数が一緒だよ。じゃあこの矢印は？そこまではわかんないや。僕飽きちゃったからおしまいにしようよ。あ、ちょっと道具取り返さなきゃでしょ。って、これ矢印のところに折り目ができてる。折り目にかぶってるのはくとし。そうか、この矢印の列にある文字を読めばよかったんだ。だから答えはくしね。って、僕の答えなのに。ジジジ、さあノイズ返してよね。ぐぬぬ、これはまだ簡単なんだからな。わーい、二人ともありがとう。このくしで紙を溶かしたら、プリティでしょ。けどまだ道具が足りない。ノイズ、残りの道具も返して。キャッキャッキャ、なら2問目を正解するんだな。なんか線がいっぱい描かれてる。あ、ここにタヌキの絵があるよ。それに何か小さい文字が書かれてるね。く、さ、た、の、なに。あ、わかった。僕のさとくもりのくじゃない。え、どういうこと。だから、さとくを塗ればいいんだよ。なるほど、
これなに？あれ？キャキャキャ！なんじゃそりゃ！笑いすぎて涙が出てくるぜ！あ、ちょっとノイズ、髪濡らさないでよ！ああ、タヌキが濡れちゃった。うん？タヌキ？そういえば、なんでタヌキがいるんだろう？しまった！え？わかった！私もわかった！タヌキ、だから歯を抜くのっていうことは、くっさんの、塗ればいいってことだね。あ、文字が出てきたよ。わかった、答えはリボンだ。リボンを返しなさい。ギギギ、まさかこの問題を解くとは。やった帰ってきた。早くつけてあげよう。こことここかな。違う、リボンは髪につけるの。うわ、もっとプリティになった。これで全部揃った。うん、うん、大事な大事なメイク道具がまだないの。ガッ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 、これが返してほしけりゃこの激ムズ問題を解いてみろ。まあこれはお前たちには無理だろうけどな。うわじー、絶対解いてやるんだから。けどこれはなんだろう。文字がたくさん書かれてて、真ん中のマスから文字に向かって矢印があるね。こっちは1、2、3でマジカラチェンジだって。これ周りに文字があるから真ん中にも入れてみればいいんだよ。まずは最初のア。そんな適当でいいのかな。マカ、アワ、アス、アケ、アレ。もう全然違うじゃん。いやいやいや、次だよ次。次はイ、イカ、イワ、イス、イケ。あ、そうか、言葉になるように同じ文字を入れればいいのね。っていうことはここはメだ。メス、メム、メコ、メム。僕もこっちわかったよ。靴、草、黒、クモ。これで答えが揃ったね。答えはイメクだ。ブッブー、はずれ。あー、こんなんじゃ俺様が可愛くなっちまうぜ。可愛く、そうだ、これ番号通りに並べ直さなきゃ。ジジジ、1がメ、2がイ、3がク。だから答えはメイクでマジカルチェンジ。ジジジ、さあノイズ、残りの道具も返しなさい。ぐぬぬぬぬ、ほらよ、今度はもっと激ムズな問題用意してやるからな。2人とも取り戻してくれてありがとう。これで完璧なアイドルになれるわ。それじゃマジカルチェンジ。すっごい、アイシャドウがついた。こっちもマジカルチェンジ。あ、リップもチェンジ、チェンジ、チェンジ。いやー、かわいい。まだまだいくよ、最後の仕上げにマジカルチェンジ。髪の色が変わった。メルちゃんかわいい、アイドルだ。でしょでしょ、私は究極のプリティアイドルなんだから。あ、そしたら次はアイドルのお洋服チェンジしようよ。わあ、それ素敵。僕もアイドルになる。そうだ、ケサキになるの。クーリーン、今日はマジカルチェンジ、メイクアップメルちゃんで遊んだよ。メイクするの楽しかった。みんなも僕たちみたいに遊んでみてね。クイズタイム、最後メルちゃんの髪はピンクから何色にチェンジしたかな。1、青、2、紫、3、白。答えが分かった子は LINE で教えてね。みんなコマテレブー、サンさんとクーモリン、フリルちゃん、スクモよ。今日はこれを作るよ。で、お化け？お化けじゃなくてメイちゃんだ。手作りの髪の毛を組み合わせて美容室ごっこしちゃいましょう。レッツプレイ。はい、メルちゃん、ご飯だよ。かわいいね。私はポケメルちゃんたちとパーティーを開いちゃおう。めかしも忘れずに。メルちゃんもパーティーに入れてくださいな。くださいな。
パーティー会場に入るにはまだプリティが足りないない。そんな私のポケメルちゃんたちみたいにもっとおめかししないとね。ブー、帰ろ帰ろ。こうなったら僕たちでメルちゃんをもっと可愛く変身させよう。パーティーに入れてもらうんだ。みんなもグッドボタンで応援してね。じゃあまずは櫛で髪を溶かしてサラサラ。そしたらゴムでキュキュッとキュキュッと。おお、いいんじゃない。プリルに見せてあげよう。カモン。うん、メルちゃんを可愛くおめかしさせたよ。で、全然ダメ。なんだって。ヘアスタイルがプリティじゃない。いけると思ったのに。もう諦めるしか。サンサン、クモリー、遊びに来たわよ。メルちゃんどうしたの。クモン、プリルが可愛くおめかししないとパーティーに入れてくれないんだ。それじゃあ難しいわね。ちょぼっと。そうだわ、これを使ったらおめかしの練習ができるかもしれないわ。すすらんテープ。これを同じ長さで切ったものをいっぱい重ねてすすらんテープで真ん中を縛っていくわ。そしたらこうして細かくすすらんテープを裂いていくわ。ピリ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 。おお、髪の毛みたい。はい、ペルちゃん。ピッ、おまけだ。落ち着いて。ここから髪の毛をハサミで整えていくの。その前に輪ゴムでメルちゃんから髪の毛が落ちないように引っ掛けてあげましょう。そしたら切っていくわよ。前髪を、ドキドキ、チョキン。かわいい顔が出てきた。周りも長いから整えていくわ。本当の美容師さんみたい。髪も結びましょう。後ろの髪の毛が残るように横の髪を結んでちょうだい。三つ編み編み編み。せっかくだから画用紙で飾りも作ってペタッと。余分な髪の毛を切ったら三つ編みメルちゃんよ。大人っぽくていい感じ。ちょっといろんなヘアスタイルやってみよう。ポケメルちゃんたちみたいにカラフルでいってみようかな。マークは大好きなバナナの色でピリ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 っと髪の毛入ります。チョキチョキチョキ。いいね、いいんじゃない。うん、あとはもっと遊んじゃいますか。髪の毛入ります。かわいくしてあげるよ。三つ編み編み編み。飾りも作ってっと。うんうん、どっちも素敵なヘアスタイルよ。よーし、行ってきます。これがメルちゃんの新しい姿。うわー、クモリン特製バナナお団子ヘア。プリティ。これだけじゃないよ、メルちゃんヘアチェンジ。変わった。サンサン特製マーブルカラフルヘア。うわー、こっちもプリティ。やった。さあみんなでパーティーしよう。プリティがいっぱい。はいはいはい、私も入れて。恐竜ティラノサウルスちゃんです。かわいいでしょ。そうだ、パラパラナー。クモリン、クイズタイム。クモリンがメルちゃんに作った髪型の名前は何だったかな。1、ソーダおじさんヘア。2、バナナお団子ヘア。3、レインボーバナナヘア。みんなも工作で美容師さんごっこしてみよう。みんな、こまってる。サンサンとクモリンとつくもよ。今日はこれ、メルちゃんお世話パーツ、トイレの練習。メルちゃんと一緒に上手におトイレできるかな。上手にできたらカードにペタ。オリジナルのカードも作っちゃおう。レッツプレイ。メルちゃん、ご飯の時間ですよ。はい、次は
メルちゃんが大好きなミルクいっぱい飲んでね。すごい、もうなくなっちゃった。お腹が空いていたのね。そう、どんどんお食べ、どんどんお飲み。よし、いっぱい食べて飲んだからお腹いっぱいだね。じゃあ次はトイレに行きましょう。オッケー。そういえば二人はトイレの仕方知ってるのかしら。もちろん、マッチしなよ。自信満々ね。そしたら10回トイレに成功したらご褒美をあげるわよ。わー、かわいい、欲しい欲しい。いいわよ、じゃあ私に上手なトイレの仕方を見せてちょうだい。よし、トイレを成功させてご褒美もらうぞ。うん、僕たちを応援してくれる子はグッドボタン、片付けてやり直しね。じゃあ次は僕、トイレの蓋は開けて。さあ一緒におトイレ頑張ろう。まずはお座りしようね。うんうん、便座に座る。おしっこかな、うんちかな。ふぅ、すっきり。いちごのレバーで流してね。はーい。よし、僕は完璧でしょ。全然違うわよ。よし、こうなったら私が教えるわよ。まず蓋を開ける。そしたら前を向いて座る。蓋が背中に来るようにするのよ。そしたらして最後に手を洗う。これが正しいトイレの仕方よ。さすがつくもん。じゃあ二人とも私の真似してみてちょうだい。はーい。じゃあ僕から。蓋を開けて、のっち向きに座るんだっけ。こっちだ。おしっこかな、うんちかな。流してさようなら。くもり、すごい完璧ね。じゃあ次は僕、さんさん頑張り。まず蓋を開ける。前を向いて座る。おしっこかな、うんちかな。僕はおしっこだ。レバーを引いてバイバーイ。うん、二人ともいい感じね。それじゃあ、ご褒美のシールです。やったー、早く貼ろう貼ろう。僕とクモリンで2枚貼ろう。わーい。1、2、残りは8マスか。このカードだとすぐに埋まっちゃいそうだね。せっかくできるようになったんだから僕もっと貼りたいよ。ピコッとひらめいた。クモリン、僕たちでこのカードを作っちゃおうよ。わあ、いいねいいね、作りたい。そしたら僕はサンさんの体を描いて。できた。真っ白だよ。ふんふん、これはシールを貼っていって絵を完成させるんだ。クモリン、すごーい。クモリン天才です。じゃあ僕はカードのマスをもっと増やして。スゴロッカード。うんちができたら3マス進む。おしっこができたら2マス進む。いろんなマスがあって楽しそう。2人ともいいカードを作ったわね。うん、トイレも成功できたし、トイレが楽しみになっちゃうカードも作れたね。よし、くもりん、おさらいでもう1回やってみよう。オッケー。今度は和式トイレに挑戦してみない？それはまた今度。
のはメルちゃん。お世話パーツ、トイレの練習。みんなはちゃんとトイレできる？ちゃんとトイレできたお友達は僕たちみたいにオリジナルのカードも作ってみてね。クイズタイム。トイレのレバーに描かれていた絵は何だったかな？1、イチゴ。2、メロン。3、バナナ。僕の答えは流れてすぎー。カロリー。みんな困ってる。そうそう、とカロリーのやつ。今日はこれ、メルちゃんおしゃべりいっぱいウサギさん救急車。救急車が病院になるって。メルちゃん大丈夫かな。レッツプレイ。さんさん、メルちゃんで遊ぼう。いいね。ウサギさん救急車も通ります。
何か持ってきてなかったかしら。お、それそれ、長いのを作るぞ。つくも、ハサミ。はい。線の氷にチョキチョキすれば長い包帯の出来上がり。体に巻き巻き。またまたありがとう。今度こそ気をつけてね。待ちなら。つば杖どころじゃないよね。私もお手上げよ。まだ遊びたい。ダメ、今はここで安静にね。すんすん。メルちゃん、そうだ、こんな時は一緒にお絵かきしようよ。スーパーお絵かきタイム。やるやる。はい、バーナナ先生にあげる。じゃあ僕もメルちゃんに車椅子をプレゼントしてあげたいな。こうして、こうやって、ああして。先生上手。ありがとう。って、あれ？どうしたの？ピカッとひらめいた。そりゃそりゃ。あ、せっかく描いたのに。いや、これは進化だ。まあ、これって。サンサン特製、車椅子ベッド。これでまたお出かけできるよ。やったー。お出かけ、わーい、やっほー、お出かけ楽しい。今日も診察を。先生、お、すっかり良くなったね。よかったわ。うんうん、素晴らしい。これはどう、ズバリ元気でしょ。やっほー。みんなもうさぎさん救急車で遊んでみてね。メルちゃんをレスキューよ。それじゃあ元気になったし、スーパープレミアムバナナでも食べますか。そうだ、食べたバナナ。カロリー、今日のお絵かき。